ドルで大活躍だったって聞いたよ。そうなんだよね。ブルボンとライスのトレーニングにも食らいついてってたしね。どうやら積もり積もっていたタンホイズさんの意外とやるところが徐々に浸透してきているようですね。